こんにちは、長島です。今回はですね、情報発信ビジネスの概要の、ボリューム1ということで、ビジネスモデルとかですね、集客ファン化の肝ということに関してお話をさせていただきます。実はこの情報発信ビジネスの概要のまとめっていうのが、割とその私のフォロワーの方からご要望が多かったんですね。で、ここに書いてある、情報発信ビジネスの概要とかノウハウを、一応書いたんですが、ここに書いてあることをただ読んだだけだと、100%、何もあなたの人生は変わらずに成功しませんので、その点はご注意ください。なんで、まずアウトプットすることがすごく大事ですよってことを最初に言っておきます。ではですね、まず1個目ですね。この目次を見ていただいて、まず情報発信ビジネスっていうのはそもそも何かとか、情報発信ビジネスのね、ビジネスモデルは何なのかとか、情報発信においては、まあ、集客とファン化が大事ですよとか、まあ、その集客ファン化のために、どういうふうな発信内容をやっていくべきなのかとか、あとはですね、発信の手段にみんなこだわりすぎて、目的と手段が逆転してるから注意ですよとか、で、最後に、アウトプットをやっていただくっていうふうな流れになっています。ではですね、まず情報発信ビジネスっていうのはそもそも何かっていうことに関してお話をさせていただきます。情報発信ビジネスっていうのは、ある特定の理想とか目的に向かって走るコミュニティですね。そういう集団を作って、あなたが運営をすること、これが、情報発信ビジネスです。で、そのコミュニティとか集団のリーダーにあなたがなって、そのメンバーを理想へ導くこと、これがすごく情報発信ビジネスの肝になります。以前も私もこういうツイートですね、つぶやかせていただきまして 例えばですね、まあ、断食っていうふうなものがありますよね。ご飯食べずに健康になるっていうのがあって、まあ、ちょっとスピリチュアル的なんですけども、こういう断食をして健康になるっていうふうな、理想とか目的っていうのを持った、コミュニティとかサークルを作ったとして、で、あなたがね、そのコミュニティのリーダーになったとします。で、そのコミュニティのね、メンバーとみんなで、その体に優しい食事に関して勉強したりとか、あとはまあ健康になるためのメンバーのその断食の実践のサポートをね、成功させたりとか、そういうふうなことをして、で、その断食を通して、他のコミュニティのメンバーが健康になって人生がハッピーになるっていう、こういうふうな理想へ導くために、いろいろあなたが活動するっていうのが、その、ね、情報発信の仕事です。で、ここで注意なんですけども、コミュニティを作れっていうことなんですが、今流行りのですね、このオンラインサロンとかを作れとか、そういう意味では全然ありません。ここすごく注意なんですけども、本当に安い、月2000円ぐらいのオンラインサロンを始めろっていうふうなわけではなくて オンラインサロンやると、大半の人はもうサロン運営とかが労働チックになって破綻してきます。まあ、そのことに関しては、後々の、まあ、ボリューム3回か4回ぐらいでお話をしようと思います。でですね、そのコミュニティを作れっていうことなんですけども、そのコミュニティのつながりっていうのは別に何だって正直よくてですね、例えばあなたがブログを運営してるとして、そのブログのコメント欄にそのコミュニティメンバーから質問があったら、それに回答してあげるっていう風な感じで、そのブログ上でこのやり取りをするっていう風なことも、まあコミュニティの一種なんですね。ブログ内でつながるっていうのもコミュニティの一種ですね。わざわざオンラインサロンをやらなくてもいいですし、まあそのコミュニティっていうのが、例えば、まあ、東京に住んでる方だったら、まあ東京の、まあ、あるコアワーキングスペースとかシェアオフィスので、週一でこう集まる、例えば断食についてこう勉強する会みたいな感じのこう朝会をやるとして、そういう朝会の運営っていうのも、ある意味コミュニティ運営ですよね。そういうふうに、別にオンラインサロンじゃなくても、リアルであったりとか、まあ、ブログ上であったりとか、まあ、そういうふうなことでもコミュニティっていうのは運営できるってことですね。でですね、情報発信ビジネスのビジネスモデルということなのですが、こちらですね、まあ、特定の理想とか目的を持ったコミュニティを形成してリーダーになれって言われても、まあ、まずこう人が集まらないとコミュニティってできませんよね。で、先ほどのこのね、断食サポートっていう、コミュニティの運営を例にしますと、
まずその断食のね、ノウハウに興味を持っている人っていうのはね、集めないと話になりませんよね。そうじゃないと結果的にコミュニティもできないからですね。で、その断食にね、断食ノウハウに興味がある人を集めるために、じゃああなたは何をすればいいのかっていうことなんですが、具体的な流れを言うと、まず集客をするですね。これはまあツイッターだと、まあフォロワーさんを増やすことです。で、集客をして、次に、ここ重要なんですけども、ファン化っていうことですね。あなたの発信にすごい興味のある人をどれだけ増やすかってことが結構大事です。でね、まあ、メルマガとか、まあ、LINE アットに登録してくれるぐらいの、あなたの発信にすごく興味のある人をまず作る。次集客して、次ファン化です。で、次に、ファン化まで進んだら、次はあなたのコミュニティへのこう参加権とかですね、あなたが作った商品を購入していただくっていう風なフェーズに進みます。で、さらに購入済みのお客様には、さらにあなたのことを好きになってもらったりとかして、リピーターになっていただいたりとか、まあ、VIP のお客様っていうのを育てていくっていう風な流れ、これが、情報発信ビジネスのビジネスモデルの、大体の流れですね。で、まあ、私もまあ以前ツイッターで同様のことを話していますと。で、ファン化が一番難しいですよってことを話していますと。でですね、集客とファン化が特に大事っていうことなんですが、大半の人は集客とファン化、どちらかができずにいつの間にか消えていく方が非常に多いです。で、まあ、集客についてもっと詳しく言うと、まあね、ツイッターでいうフォロワー数を増やすとか、 YouTube のチャンネル登録者数を増やす、ちなみにこうチャンネル登録者数を増やしたりとか、まあ、フォロワー数を増やすってことは、これは単なる集客であってファン化ではありませんからね。あと、まあ交流会でまあ名刺を配って仲良くなると、まあ、名刺配ったぐらいだと正直仕事を頼もうとか思いませんよね。まあ、それぐらいのこう結構薄い人間関係っていうのが集客です。とりあえずあなたのことを見に来てくれるっていう人々を増やすっていうのが、これが集客のことです。ね、お客様との信頼関係はかなり薄いですと。ね、だからこうフォロワーを1万人増やそうが、10万人増やそうが、正直そこの数字意味がなくて、集客を、ある程度頑張りつつも、そこからどれだけファンの人を増やせるかどうかってことですね。ファンになってくれないと、あなたのコミュニティに参加していただいたりとか、あなたの商品を購入していただいたりとか、そういうふうな、行動が次は発生しませんよね。ファンになってくれないと。なので、ひたすらフォロワーを増やすだけっていうのは正直意味がありませんと。で、私も、1000フォロワーとりあえず目指すのは無意味ですよとか、そういうことを話していますと。なので、こう集客したら次はファン化させるっていうステップが大事ですってことですね。で、ちなみにファンっていうのは、あなたの発信に興味があって何かしらのリアクションとかを毎日くれたりとかですね、いいねしてくれたりとか、リプライしてくれたりとか、あとはまあメルマガに登録してくれたりとか、 LINE アットに登録して、積極的にコミュニケーションが取れる人をファンと呼びます。もっと言うと、こっちから積極的にこう通知を送ったりとかして、ね、できるような人もファンと定義していますと。なんで、こう集客からファン化ってことですね。実はここにはすごい深い深い溝があって、ファン化は非常に難しいですね。で、私も以前ツイッターでこういうことを話していますね。まあ、集客だけじゃなくて、ファンになってもらうまでが大事ですよってことですね。ファン化ができないと、情報発信とかで長く生き残ることはできませんということですね。でですね、次に、集客とかファン化をするための発信内容というのが気になりますよね。情報発信ですからね。ではですね、発信内容、どういうふうなことを言えばいいのかってことなんですが、それはですね、あなたの最終的に販売したい商品のこの断片を、伝えていくことってことがすごく大事です。で、最終的にお金をこうお客様からいただきたいわけですから、商品の中身っていうのを見せたら、それ良くないんじゃないかって思われるかもしれませんが、実はそんなことはなくて、ここでは、出し惜しみなく全力で、商品の内容っていうのをどん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 こう断片的に伝えていくってことをお勧めしています。結構一昔前の、まあ、情報発信とかだと、購入者限定で、情報を公開していますみたいな出し惜しみ系の、商品のその販売方法みたいなのが割と流行ってたんですけども、
今現在の社会の流れとかを見ると、出し惜しみなく全力で有料級の情報を無料で伝えるってことが結構発信する上で大事になってきてると思います。で、なぜ全力やるべきなのかということに関してなんですけども、これね、もっとこの記事のボリューム3とか4とかそれぐらいの後半でお伝えする信用経済っていう概念が結構関係をしてきていまして、要するにですね、出し惜しみをすると、あなたに対する信用度が上がらずに、その結果、コミュニティへの参加権とか、あなたの作った独自商品っていうのが売れないんですね。全然売れません。もう、有料級の情報を無料でくれるぐらい、この人本当やばいなとか、すごい役に立つなって、もあなたに対する信用とかどん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 積み重ねていって、最終的にそれなりに高額な商品を買っていただくっていうのが、最終的な流れになっています。だから出し惜しみはしてはダメってことですね。でですね、こちらのトピック、集客やファン化のための発信内容はってことだったので、話を戻しまして、例えばこの記事で、先ほどからずっと使っている、断食についての情報発信なら、どういうふうな発信内容を伝えるべきかってことなんですが、例えば最終的に売りたいのが、断食サポートっていう、コンサルティング個別コンサルですね。マンツーマンの個別コンサルで30万だとします。で、この場合だったら、私だったら、なぜこのね、断食をすると健康になるのかとか、例えば、あとは、割と小麦粉って、なんか肌荒れを起こしたりとか、なんか便通が悪くなったりとか、結構日本人の体に合わない、なんか食品の一個らしくてですね、小麦粉が腸へ及ぼす影響とかですね、それについてまとめた記事を書いたりとか、あとは食の安全に関してですね、やっぱり断食に興味がある人って、その食品とか食べるものに関してすごく強い関心があるので、例えばこのね、スーパーとかで買う100円の醤油と1000円ぐらいする本当に高い高級な醤油っていうのはどれぐらい違いがあるのかとか、ね、安い醤油だと本当に、塩水みたいな味がするけど、高い醤油は本当に深いコクがあって、出汁が効いててみたいな、で、体への影響も全然違いますよみたいな記事を書いたりとか、あとは断食をやる上で、断食やる上でなんか準備食っていうのを結構皆さん食べて、体を徐々に慣らしていくらしいんですね。そういうふうな準備食を食べる上で、その準備食のそのおすすめな食事メニューとかをどんなにした方がいいかとか、そういうことを私は発信すると思いますね。私がやるんだったらですね。やってませんけどね。で、こういうふうな発信をしていくと、最終的に断食で痩せたいとか健康になりたい人が集まると。これまず集客ですね。興味のある人が集まってくると。で、さらにあなたの発信内容がザクザク刺さるような、すごい興味を持ってくれるファンが増えて、ファン化が進むってことですね。これをやっていれば OK なんですね、発信内容としては。で、発信内容を伝えるときによくよく質問されるんですけども、発信の手段にこだわってはいけませんよってことをお伝えします。よくですね、質問されるんですが、今動画の時代が来てるので、YouTube を始めて発信した方がいいんでしょうかってことをよく聞かれるんですけども、例えば最近、池早さんとか、あと、ブロガーでエンジニアのマナブさんとかがですね、これからは動画の時代ですよみたいなことを結構ね、煽ってると思うんですけども、で、実は彼らって YouTube を使った発信に関する教材を売ってますので、動画の時代だって煽った方が儲かるから、結構そういう、いわゆるポジショントークっていうのをしてるわけですね。自分たちに有利になるようなトークをしてるわけですね。で、確かに情報発信の手段として動画って結構これからはマストなんですよ。というのも、動画垂れ流しですね。動画を垂れ流しても全然通信料気にしなくていいという時代が実は来ていまして、YouTube とか Google とかもそういうふうな方向でいろいろね、ネット界隈の、インフラとかを整えているって状態なんですね。なので、動画をやっとくっていうのは情報発信者として割とマストなんですけども、ただ、ちゃんと目的ですね、あなたが売りたい商品とかリーチしたいお客様とかですね、目的から考えていないから、とりあえず動画をやればいいって考えは実は結構危険なんですね。ね、こういうふうに、あなたが受け取るお客様がちゃんと見ている媒体なのか YouTube がとかですね。
で、あなたの売りたい商品とマッチする発信媒体かってことをしっかり吟味してから発信の手段っていうのを検討した方がいいと思いますね。例えば、筋トレとかをメインに発信するってことだったら、ツイッターよりも、筋トレの動きとかフォームがですね、わかりやすい、絶対動画を使った方がいいんですね。これをツイッターとかやられても結構困るなと思いますね。テキストだと全然伝わりません。で、私のような、例えばビジネス系の教育、ね、ビジネスの教育とかだったら、ツイッターとかブログとか、いわゆるテキストベースですね。文字ベースで伝えるだけで割と十分だと思います。で、むしろ、インスタとかを使っても全然映えないので、なんで私は、このビジネス系の情報発信で、インスタっていうのはやらないってことですね。で、もっと具体例を挙げると、例えば老人向けの健康食品などのね、情報発信をしている人が仮にいるとしたら、老人が集まる媒体で発信しないとダメなんですね。で、老人が見ている媒体って何なのかって言ったら新聞なんですね。で、この前私、地元の新聞を1週間無料で購読したんですけども、本当に老人向けの広告とかが多くて、もう主にも50代以上の人を狙ってるだろうなっていう広告とか記事とかばっかりでしたね。で、葬儀会社とかの広告とかもめちゃくちゃ多くて、いかに老人の方が見ているかってことですね。で、新聞広告とか、なので老人にリーチしたいんだったら、新聞広告とか新聞の折り込みチラシで伝えるべきってことですね。で、もっと具体例を挙げると、例えば建設会社とか不動産会社とかを相手にする場合とかでしたら、結構割と古臭い慣習がある業界なので、ファックス DM とかが割と有効だったりします。いまだにファックスかよって結構 IT 業界の人からしたら思うんですけども、まだまだそういうことが普及していないような業界もあったりしますってことですね。なので以上より発信の手段っていうのは、売りたい商品から逆算することと、自分の想定しているお客様にちゃんと届く、リーチできるような発信媒体を使うね。これを守れば、大丈夫だってことですね。でですね、ここまで読んできて、動画を見てきて、最後ですね、LINE ですね。私の運営しているこのね、LINE アットからですね、学んだことをですね、アウトプットをしてくださいということですね。で、インプットとアウトプットですね、同時にやると、成長速度が2倍に成長しますと。で、アウトプットしていただいた方には、特別に、あなたのこの情報発信に関するこのお悩みを解決する動画っていうのを個別にプレゼントをいたします。ではですね、このね、こちらの記事の一番最後にあります、LINE アットのところからですね、アウトプットとか感想とか疑問とか質問とかですね、じゃんじゃん送ってくださいっていう。それではですね、今回の動画はこれで以上となります。ではありがとうございました。